3月11日の、震災後ですね、私たちは翌日に学校の方に入りまして、その時、実際にその津波で被災したグラウンド、学校を見たわけですけども、グラウンドはその堤防の、破片というか、瓦礫ですね。あと、実習工場等から散乱した瓦礫で、とても使えるような状況ではなくて、レフト側がもう川があったんですけど、そちらの方が川に向かって崩落しておりまして、もう正直私たちはもう野球道具も何もなくなってて、もう二度と野球はできないな、というかもう学校に戻ることすら難しいんじゃないかなっていうふうに思ったのが、正直な感想です。しばらくはですね、福島第一原発事故の、放射能の関係でですね、活動を自粛しろということで、しばらくできませんでしたが、4月の末にですね、1時間に限って体育館でやっていいというふうにして再開しました。その時の子供たちが、やっと野球がまた再開できると、その時の喜びようですかね、私たちも本当に忘れられません。とですね、どうしても全てを失ったものですから、全てをその元通りにするっていうのはなかなか難しかったので、やはりないことをやっぱそのないないと言って嘆いているよりは、監督もこういう方針でいたと思うんですけども、やっぱりこれもあるあれもあるって、いうふうな形で、あるものを利用してできることをやる、それが私たちのチームの、やり方になりました。子どもたちは本当純粋に喜んでくれてたと思います。自分たちがやっぱり苦しい中で頑張ってきたことが一つ評価されたってことは、率直に喜んでいたと思います。やはり戦いに行くからには、私たちは一つでも上を目指して、今までやってきた野球、そして支えてくれた方々のためにもですね、自分たちのできることを精一杯やって、とにかくすがすがしく戦っていきたいと思っています。やっぱり野球が好きっていうのはもちろんあるんですけど、支援してくださった方々のためにも、やっぱり自分らが一生懸命やんなきゃいけないのかなっていうふうな思いで今までやってきました。感謝っていう気持ちは忘れないで一生懸命頑張っていきたいです。